糸足姫命は、長野県諏訪地方の民間伝承の女神。糸足姫命と表記され、藍津姫神の別名ともされる。諏訪大社の祭神竹南方神のお子神ではや、おすいのの娘。諏訪固有の神とされるが、阿波国の式内社、天村雲ん派じはよる姫神社に座に否定される天、村雲神社の祭神に、い、芝よる姫命がある。この神について、 第二本神儀史では、竹見中田命の孫にあたるで早お命の女であり、天、村雲命の日であるとしており、第二本地名辞書には、品の諏訪系に竹見中田命の巫子で早お命の、女にで即姫命あるは、維持派よる姫神によしありとする。これについて、周保諏訪氏系図では、安易と即、維持派よる、音君賞通図神二造神、なるべし、 しかもして天候後山命箱子の国を鎮護氏で、早尾命柱の国を経営すそれの境創設する、党の栄誉をもって、それの婚約を結合せしにや、自然統合の契約というべしと結論付けている。森屋氏の最初の五代、竹中田人と八坂刀売り神との間に生まれた二十二柱の、おこかみの人柱いずう男命が、森屋人の娘、大野光姫をめとって産んだ神。 かけばがみ、わかぎひめがみ、そうないびうりかみ、さわめぐみたらろくろうひこかみの兄弟がいる。大日本神義師にはてん、むらくもいのちとひとする。ありがとうございます。